はい、こんにちは、ピカですけどね、私が裸一貫から死ぬほど働いて買った車たちを紹介するっていうねコーナーをやっていきたいと思います。今日はねこの C63 をやっていきますね。実はねこの C63 の動画前回ねちょっと出したんだけどちょっと炎上しまして、なんで炎上したかっていうとこの撮影をした後にパンクしたんですね、新東名で。それをちょっと面白おかしくやろうとしてちょっと引っ張りすぎてですね動画を、それでちょっと皆さんに不快な思いをさせてしまってちょっと申し訳ないなと思いまして、でもこの動画ねどうしてもちょっと見てほしいんだよね。新東名の120キロ区間で、まあ、C63 のこうパフォーマンスを出すのここしかないなっていうことでやってみた動画です。ぜひねご覧ください。はい、こんにちは、ピカですけどね、新東名ですね、速度120キロ区間、今日はね C63 600馬力仕様乗ってきてますね。はい、これでちょっとねいろいろと遊んでみたいと思います。120キロまでで自動運転どうなるのかとかね、まあその最低スピードの60キロぐらいだっけぐらいからの120キロまでの加速とかそういうのをねちょっとやってみたいと思います。その前に GPS のねスピードメーターがあるんですよ。それでなんかメーターがね俺ちょっと狂ってる気がするんで、ここでね正確にメーター読みが何キロが何キロなのかっていうのをちょっとね見てみたいと思います。 GPS ロガー持ってきましたね。133か134だね。え、メーター誤差大きくね。はい、ということでGPS 読みはだいたいね、そう133キロぐらいだね。ちょっとおかしいんだね俺の車。やっぱちょっとなんかちょっとおかしいな。タイヤとか変えてるからまあいろいろまあなんか誤差があるんだな。はい。タイヤ径がちっちゃいのかな。新東名ですね。120キロ速度区間。ここでちょっとね加速600馬力の実力を見せよう。加速実験してみよう。空いてるからね。今は100キロですね。ちょっとここから速度をですねオートパイロットを切って全開加速するとどうなるかっていうのをやってみよう。80キロ、トラックいるな、もうちょっと前出るか。トンネルすごいな。窓開ける？いや120キロいいね。さあ今80キロまで落ちましたね。ここから120キロまで中間加速行ってみよう。はい、120キロ。めっちゃ速いなこの車。やばいな、なんか車体がよじれる感じじゃないけどすごいわ。いいな、これが合法か。120キロ区間いいじゃん。はい、116 118 120、これ120ですね。あ、もう全然いいわ。新東名めちゃめちゃ走りやすい。120いいわ。あ、これが GPS の120キロ、メーター読み134ぐらいかな。 GPS でのだから、まあ、メーター誤差があるね。ちょっと高めに出てるってことだね。これ合法か、すげえな。パドルでね落としていこう。よいしょ、これに入ってこれで100キロ。後ろのトラックは100キロぐらいだね。すごいわ、新東名最高やんけ。90キロ、後ろの車90キロぐらいか。いいわ。
い、これで120キロ。全然踏んでないアクセル、めちゃめちゃ快適だわ。しかも、はい、自動運転オンにすると、これでだからさっきも言った GPS でいうところの134設定までいいんでしょ。134設定、これ130 132 133、あ、だからこれで GPS ロガー上の134キロ設定で GPS 上の120キロだから、これ誤報だね。メーター読み120キロが制限速度じゃないよね。一応だから実測値の120キロだからGPS の方が正しいんで、まあ間違いなく、なんでこれだね。これが130キロ巡航ってことか。でも130キロ、まあだからメーター読み130キロになると、あ、これが開くとね、今100キロから離しちゃいけない。加速していくと6速7速入って、これでメーター読み133、これで時速120キロってことだね。すげえわ、めちゃめちゃいいわ。これで自動運転だもん、何もしてないもん。右側にこのスペースがあるのがいいね。このスペースがちょっと避けられるじゃん。あー、これは最高にいいわ、最高にいい。これ合法なのか。これ合法やばいな。これ、いや120キロ、20キロ増えただけじゃんっていう。だけど全然違うね、20キロで世界が変わる。はい、今何キロ、90キロだね。こいつら90キロリミッターだね。キロリミッターだね。いや、だからこれ90キロリミッター同士がさ、こうなっちゃうとさ、避けさせろってちょっとは譲れよお前みたいな、なんか動きをね、譲ってくれよみたいな動きを出してるけど、はい、これで S プラスモードにして、あいつ前行っちゃったな初心者。こいつが避けた瞬間どうなるかを見てみよう。はい、避けました、前の車いなくなる。で、自動運転で加速モード入った。こっから加速していく。あ、もうやっぱ、足で踏むとね、120キロからで、120キロからじゃない、90キロからでも全然余裕でね、ホイールスピンするんですよ、これ。はい、そして、避けますね。あー、いいわ。最高。自動運転も最高だし、この速度120キロ区間最高だわ。この車ね、リミッター解除されてるから何キロまででも出るけど、ここはもうアウトワンだったら300キロ普通に出るよな、これな。この車だったら、まあここだとね、できない、むしろやる必要がない。これだと思う、すごいわ、気持ちいい。はい、105キロから今度ね、足で加速してみるわ。全開、すごい音してる。シフトダウンすると、すげえ、これいいんだ、この映像公開できるんだ。いや、新東名最高だわ。この速度リミッターだけつけてほしいけどな、俺の中で。すごい、いや、いいわ、いいしか言ってない。
いいしか言ってない動画になりそうだこれ。さあじゃあ最後に、前も後ろも空いてるからもうちょっとスピード落としてそっからの加速行こう。はい、60キロからの全開加速行ってみます。はい、60キロこっから滑る、トラコンかかってあー失敗した、失敗したな、ちょっと今じゃあもう一回60キロから2速だね、2速60キロから加速しよう。これ今60キロ、こっからトラコンかかって7000、6800くらい。はいえ、この車はいえ、はいや600馬力速い、しかも透明、ここだと合法でできるっていうね、いうことでした。この音だね。すげえ音してる。これすごいなこの音。はい、ということでやってきましたけど、新東名120キロ区間でね、120キロ、 GPS ローガー上120キロきっちり出してみたっていうね動画になりました。今もね、はい、自動運転で120キロ巡航中ですね、はい、ここが開いたんで走行車線に戻ります。はい、ということで最高ですね、やっぱりなんか新たな未来を感じたわ。はい、ということでまたね、これねやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。最高。ご覧いただきましたけど、そう、この帰りにですね、私パンクしたんですよこの車で。まあそのね、詳しい内容を知りたい方は概要欄にね動画貼っとくんで、そちらの方もご覧ください。